ようございます。バッコメの周作でございます。昨日はジム初体験したからね、筋肉痛が来てない。怖いな、俺ジジイなんだな。いつ来るんだろう筋肉痛。まあ今日は動けると考えればいいんだ。今日は火曜日なので山形の日だね。よいしょ。あ、これはちょっと痛いね。今日の分の100円。というわけで行ってきます。アリババッコメのごっつおラッカー。あ、今日ノーキムラくんですか。ノーキムラ。そうだ、今気づいた。今日ノーキムラだ。今日誰が炊くんですかご飯。いや俺炊かない。炊かないですか。炊かない。わ、ノーキムラだとみんな米炊くの嫌がる。誰が炊くんですか。はい、本当ですか。米。宇佐さん炊くんですか。はい、さあ山形県長井市に来ました。今日のお昼ご飯はラーメンのケンさん。チャーシュー食った。お酢まで飲んじゃった。今日のごっつおは餃子な。もう火が消えてますけど、今日大丈夫かな。周りがプクプクしてない。触ってダメだよ、熱いからね。触ったら熱いからね。かけ落ちるよ。もう大丈夫かな。もう一回食べますよ。大丈夫じゃない。熱いっしょ、熱いっしょ。じゃあいきますよ。お、炊けるんでしょうか。オープン。あれまあ、素晴らしい。餃子の棒餃子。そうです、餃子な棒餃子。はい、略して餃子で。いや、ただの餃子じゃないですね。最強、最強、美味しいんですよ。あー、うまい、うん、以上、バッコメのごちそう、秋川でした。もう一個くれ、もう一個くれ。美味しいです。はい、ごちそう、はい、OK です。ありがとうございました、はい。いやー見事にご飯ちゃんと炊けました。カチカチでした。やー間に合った。ずっとそこ座ってたじゃねえかよ。バッコメのたりき本願、サウナスパ健康アドバイザーの半沢光希と、あら、周作とアシスタントの波平です。なんつったね今、 スパサウナなんとか、サウナスパ健康アドバイザーの半沢光希。何ですかそれ。あ、そういう資格を取ったので。資格ですか。何なんですかその資格は。どういう資格。サウナの基礎知識、歴史、いろいろそういうのを学習して資格取りました。サウナの歴史を言えるんですか。厚生労働省講演のサウナスパ健康アドバイザー、略してアドバイザー、ただのアドバイザーじゃないかそれ。何だってあるんだよ。さあもう時間がなくなってまいりましたよ。行きますか、うん、ピオタマワイドの裏側を喋るコーナー、略してタマの裏のコーナー。汚ねえな。出てんだよ、やばいのが。庄司幸さんに怒られるぞ。ね、謝れ。さあ、我々マクコメはですね、ピオタマワイドに毎週火曜日レギュラー出演させていただいております。県内隅々まで行く。いや、どっかで聞いたことあるな。中継をさせていただいております。ただいま。いただいたよ。ようちゃんな。あ、ちょうどめんつゆが余ってるからめんつゆにつけとくか。ちょっとだけ南蛮入れて、これを少しつけとけば OK。 冷ややっことかにのっけるとうまいんだ。うん。さあというわけでこんな風に喋ってるけども、実は今夜中の3時20分。いや編集時間かかりすぎ。そろそろ寝なきゃな。そうだ、明日は以前南三陸に連れて行ってくださった I'm proud いつから
か自分。あのお坊さん K さんがですね、また南三陸に用事があるらしくて、乗ってくかいって言ってくれたので、また南三陸連れてってもらおう。ごちそうしてくれっかな。餃子菜を切ってる場合じゃなかったな。さっさ寝よう。というわけで、また明日、あれば。